テレ東。ここはロシア北西部に位置する白海。凍った海の上に次々と絵画などの作品が運ばれていきます。そして作品は氷の下に沈められます。ここは氷の下の展覧会場。作品を鑑賞するには潜水服と冷たい海に入る覚悟が必要です。展示されているのは写真家のリャグーシキンさんとアーティストのロタレフさんの写真や絵画、そして彫刻です。あ、フォトグラフィーはすごく классно。Не знаю. То ли, ну я их видеть видел, но понятно, что под водой это по-другому все воспринимается. И вот эффект очень интересный с подсветкой. Светиться начинает. Да, светится и чуть ли не какой такой объем появляется. Лягушкин-сан は地球温暖化の影響で氷と共に生きる生物が絶滅の危機にさらされているので、一緒に撮った写真を展示したということです。